様、はじめまして。今年の4月に AT1 プロデュースに所属となりました古岡祐樹と申します。どうぞ名前だけでも帰っていってください。本日はよろしくお願いします。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。本日いらっしゃった皆様の中にはもしかすると落語を聞くのは初めてだという方もいらっしゃるかもしれませんが、何も難しく考えることはございません。今を生きる我々も昔の時代を生きた人々も人間の本質というものはそう変わっていないものでございます。ですので人々が和気あいあいとしている様や何かこう事件に巻き込まれてしまったなんてところを楽しんでいただければなと思います。はい、そんな今も昔も変わらないものの中で人間誰しもが一度は言ったことがあるんじゃないかなという言葉がございます。私も覚えがございます。子供の頃ですね。お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん、お小遣いちょうだい。この言葉絶対誰しもが言ったことがあると思うんですね。ないとは言わせません。絶対にあると思います。はい、ただね、言ってももらえないんですねこれが。そこであの手この手を使う。例えばお手伝いするからさお小遣いちょうだいですとか、テストでいい点数取ったからお小遣いちょうだいですとか。まあね、何もこういったことをするのは現代を生きる我々だけではない、昔の人々も似たようなことをしていたそうでございます。金坊金坊、おめ何やってんのお前、火鉢をかき回すんじゃねえんだ、灰が立つだろ。お父ちゃん、あたい火を起こそうと思ってさ。火なんざ起こさなくたっていいんだよ。でもお父ちゃん、タバコ吸うとき火がねえと困るでしょ。あのな、マッチがあるからいいんだよ。でもお父ちゃん、お茶飲もうと思ってもさ、お湯が冷めてると困るでしょ。お湯でも沸かしてお茶でも入れて、たまには親子二人お茶でも飲みながら世間話の一つでもしようや。ご隠居さんみたいなこと言ってんじゃねえぞ本当にお前。あのな、子供は風邪残ってんだ、表行って遊んできな。だから子供は風邪の子、元気のいい子供のことを風邪の子ってんだ。へえ、ちょうどいい風邪の子だね、表行って遊んでこようかな。おういいから行ってきな。でもねお父ちゃん、あたい表行って遊んでこようと思うんだけどさ、何かお忘れ物はございませんか。で電車の車掌みたいなこと言ってんだな。なんだその忘れ物ってのは。お父ちゃん、子供が表行って遊んでこようってんだよ。近頃手ぶらじゃ恥ずかしいんだよ。何生意気なこと言ってんだお前。なんだその手ぶらってのは。お父ちゃん、遅れ。何よ何よって、子供が親にくれってんだ、分かりそうなもんじゃねえか。まさか命くれとは言わねえや。当たり前だこの野郎お前。子供に命取られてたまるかってんだ。何が欲しいんだよ。お父ちゃん、遅れよ。お父ちゃんね、ほらこの通り、お父ちゃんお父ちゃん、お足ちょうだい。あっお前、銭が欲しいからってまごまごしてダメだよ。子供の自分から銭持つな、ろくなもんにならねえんだ。ろくなもんにならねえったってさ、お父ちゃんくらいになりゃいいと思って。生意気なこと言いやがって。あ、お父ちゃんくらいになれな、大したもんだ。あ、それお前小遣いはさっきやったろ。使っちゃった。また使いたいから遅れ。ダメだよ。ダメなの。あ、じゃあこうしましょう。お父ちゃん、明日の分ちょうだい。明日の分。明日の分だってお前、明日はどうすんだ。明日はね、明後日の分もらう。で、明後日はし明後日の分。どん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 もらってるうちにね、お父っつぁんバカだから芝居に分かんなくなっちゃって。もう勘弁できねえ。親捕まえてバカと抜かしやがったな。そういう了見ならな、おめえにもう小遣いはやらねえ。あ、お父っつぁん怒っちゃったの。じゃあいいや、あたいおっ母さんにお足もらってくる。だからおめえは子供だってんだ。いいか、おっかさんから出る銭ってのはな、みんなお父っつぁんが回してんだ。お父っつぁんがダメだって言ったら
おめえに銭は回らねえんだよ。じゃあ何を取っちゃう。あたいがおっかさんにお足ちょうだいって言って、お父っつぁんに止められてるからダメよってこう言われたら諦めると思ってるんだ。へえ。これだから親ってのは可愛いもんだ。嫌な言い方するな。何だってんだよ。あたいがおっかさんにお足ちょうだいってんでしょ。するとお父っつぁんに止められてるからダメよ。ちゃいよーだ。あたい、お父っつぁんがオルズの時にうちに来た人のこと言っちゃうからねってと、おっかさん顔真っ青にして、そんなこと言うんじゃありませんって、お足くれるって仕組みになってんの。お前今なんか妙なこと言わなかったか。お父っつぁんの留守に何かあったのか。何かあったのかって。町内で知らぬは亭主ばかりなり。どこでそんな言葉を覚えてくんだ。え、何があったんだ。あのね、お父っつぁんがオルズの時にね、あたいとおっかさんが二人だけでお家にいたの。そしたら表から男の人の声で、こんちはこんちはって声がするから、はいって。言えない。とてもじゃねえが、あたいの口からこんなこと言えない。あたい、やっぱり表行って遊ぶ。待て、表なんか行かなくたっていうのは、風邪ひいたらどうする。お前そこへ座れな、たまには親子二人お茶でも飲みながら世間話の一つでもしようや。何があったんだ。お父っつぁんこの話聞きたい。いや、まそれは気になるから聞きたいよ。じゃあお父っつぁんにお伺いしますね。お父っつぁん、寄せって行ったことあります。ん、ああ、お父っつぁん寄せはな、落語とか講釈が好きでのべつ言ってろ。それがどうかしたのか。お父っつぁん、ああいったところはさ、お話聞いた後でお足払うの、それとも先払っちゃうの、どっち。あのなあ、ああいったところは途中でお客様に帰られちゃ困るから、先銭踏んだくろってことになってんの。お父っつぁん、あたいお話がしてえわけじゃねえんだよ。お父っつぁんが聞きてえってんだからさ、お足ちょうだい。あ、おめえは悪い野郎だな。分かったよ、後でやるからな、後で。ダメダメ、子供騙そうったってそうはいかねえんだ。先にお足出さないんだったら、あたい表行って遊んできちゃ。もう分かったよこの野郎。お前その代わりちゃんと話すんだぞ。分かってんのか本当に。俺持ってけー。お足をいただければ私を。ちょっと何これ。お父っつぁん、大きな声で小さなお足だね。10円だよ10円。まあいいや、あたいもお父っつぁんの稼ぎ知らねえわけじゃねえからさ。10円分だけ話し合いしよう。妙な口調になりやがったな。それで何があったんだ。お父っつぁんがお留守の時にね、あたいとおっかさんが二人だけでお家にいたの。そしたら表から男の人の声で、こんちはこんちはって声がするから、はいって行こうと思ったら、お前は行かなくていいんですっておっかさんがこう駆け出すように表へ行ってね、その男の人の顔見てニコニコ笑ったんだよ。あたいおっかさんのあんな嬉しそうな顔初めて見たね。あら、今都合がいいんだよ、うちのかぼちゃ野郎が留守でね。おとっつぁんのことかぼちゃ野郎だって。これあたいが言ったんじゃないよ、お母さんが言ったんだからね。それでねその男の人の手を取って、いいからお分かんなさい、遠慮しないでお分かんなさい、お分かんなさいよってんで、うちん中引っ張り上げちゃったの。なにうちん中引っ張り上げた。うちん中引っ張り上げてね、おうちん中引っ張り上げてね、おう10円はここまで。あ、お前途中で話を切るんじゃねえんだ、締めまで聞かせろ。ダメダメお父っつぁん、あたいこっから先は20円もらいたんだよ。20円お足出さないんだったら表行って遊んできちゃう。おめえは悪い野郎だな。ちゃんと話すんだぞ、分かってんのか本当に。持ってけ。お足をいただければ私はちゃんとお話いたしますよ。
したらね、おっかさんが、お前がいるとうるさいから表行って遊んできな、こう言ったの。それであたいしばらく考えて、表でなんて遊んできたくねえ、こう言ってやったの。えらい。それでこそおめえは俺の子だ。うちん中ずっといて二人の様子伺ってたんだな。いやそれがね、そんなこと言うんじゃありませんって、あたいに100円くれたもんだから、どうもありがとうって思って行って表遊びに行っちゃった。バカー、おめえそれじゃ何にもならねえじゃねえか。そんなムキになって怒っちゃいけねえんだい。この話にはちゃんと続きがあんの。あたいも抜かりないんだから。表行って町内を一回りしてまた帰ってくる。するとさっきまで確かに開いてたはずの障子がピタッと閉じてる。何、障子が閉じてる。ああ、それあたいね、穴開けてよーく中覗いてみるとね、お、よーく中覗いてみるとね、お、20円はここまで。あ、ダメだ、お前途中で話を切るんじゃねえんだ、お前締めまで聞かせろ。へえ、ダメだよ、おとっつぁん、あたいこっから先は30円もらえてんだ。30円、おとっつぁんここ高いんだよ、ここ濡れ場だから。おめえはどこでそんな言葉覚えてくんだよ。お前30円か、ちゃんと話すんだぞ、お前分かってんのか。これ持ってけ。お足をいただければ私はちゃんとお話しいたしますよ。それでね、中覗いてみるとお布団が敷いてあんの。布団が敷いてある、座布団か、うん、寝具。何が寝具だこの野郎、寝る布団か、うん、そこへね、寝巻き一枚になったおっかさんが横たわると、その男の人が覆いかぶさるようになって、おっかさんの肩だとか腰だとか触るってと、ああいい、もっと強くやめないでとか、なぜか言っちゃってんの。だだだだだ、なに、お前おめ、その男の顔よく見たんだろうな。あたい、あんまりおかしいからよく見たらね、横丁のあんまさんがおっかさんの肩揉んでたんだ。どうもありがとう。まだまだまだ待て、泥棒。たく冗談じゃねえよ、それただ横丁のあんまさんがうちのかかの肩揉んでたってだけじゃねえか。60円も持ってかれちまった。お前さん、ただいま。どうしたね、そんなとこで。あ、おめえがまご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 してっから金棒に銭持ってかれちまって。金棒に、それお前さんがやったんじゃないのか。あ、今やったような、取られたような。こんなわけのわからねえ話はねえんだよ。あの野郎が言うにはな、俺の留守の間におめえがよその男をうちの中引っ張り上げたってんだ。ちょいとお待ちよ、私があいつ。そんなムキになって怒っちゃいけねえんだ。この話にはな続きがあんの。どんな話だい。おめえこの話の続き聞きてえ。いや、まあ気になるから聞きたい。あ、そんなに聞きたい、聞きたいね。じゃあ初めに10円出せ。